はい、中学生の皇室のお手本を書いていきます。えっ、ー、と、2020年10月ですね。こちら、赤い表紙のこちらの本になります。で、この4ページ見ていただくと、 えと中学生ね、こちらにね、出てますね、えー。11月15日締め切りということですけれども、私のところには10月の末日にまでにあの送ってください。送るか、ポストに入れるかっていう感じですね。はい。では、書いていきます。てるですねこれね、何て読むんだろう。これ0.7の普通の、うん、そうですね。太めではありますが、うーん、こう、硬い感じ。 ですよねでも今回これをちょっと使ってみましたあの初めて書くものだったり結構ねあの万年筆とか使うと水性のインクじわっとにじみますよねそういうのであの時間をかけて書いたりまあ私の場合はこれ説明しながら書いたりするのでそれでねちょっとにじみが出ない方がいいかなって と思ってまあいつもはゲルインク使うんですけどちょっと今日はね気分を変えてみますはいそしてこれ1行目まず上の部分少し空いてるの分かりますよねこれねそしてあまり縮こまりたくない結構動きがしっかりとしていますあのこう出っ張りもしっかり出てますよね大小こういうこう,こういうほら流れがあるでしょこのねこういうところをしっかりと出すようにします で、じゃあ一文字ずついきますよ。まず、中心線にどういう位置関係にあるかっていうところと、こういうところはしっかりと当てて、縦ラインですね。ギュッとした感じ。で、こうしといて、こちらからこう入って、スッとしたら、左しっかり出ておいて、右あまり出ないっていうこの感じ。で、こちら逆です。左があまり出ないで、こう右が、 しっかりと出てスッと抜けるような感じ。そこからまた中心のところから目に入ります。ここからスッとこういうラインですね。跳ね上がるような感じにしてあげるとちょっと行書らしくなります。こちらと上がってこういうライン。こういうところ。ここで止まってしまわず、こう、そのままこちらにこう来て、口です。ここキュッキュッとしたらそのままこう上がってこうきますよね。で、こちら下からのこ突き上げるような感じが入って、 でこう落ちてきますでこの「脳がきますよねあの。休む暇がありませんね結構ね。塊でね「生命の」っていうところまで一気に行っちゃおうとする方がいいで,で「歴史」えー、123こういうつながりここからのここに行ってますよねっていうこういうの出るといいですね。こ,こからキュッとしてトーンと できたらこうです次もうこここ切り返してくださいこっからここでそこからのこうですよねドンギュッてきといてこれ書き順はこちらからになってますこう普段、うん、と学校で習うのは止めるというのは縦が先ですけどねこれ横からの縦でこちらこちらでしです。 1一画目ちょっと長め少し下にずれすぎましたかねって思ったらどこかで修正かけないと下がきつくなりますこの辺でちょっと取り戻したいなっていう感じで中心線に乗っかるそこからここふわっとさせておいてこうですねそこからストン ルは下にこう落ちてくるような感じこの辺少しこうね角度がね下ですよねとまた「生きる」という字がきますね一画目の縦ラインが先ほどとまたちょっと違った感じこう内側に入ってくるような感じになってますねこれね「生き」まずこうしたら こちらからふわっと着といて反るような感じですで跳ね上がりますここここからのこここういう感じね次はここからこう上に着といてドン上がってどんどん上がってほらどんどん上がっていきますこここのねふわっとしてますよねここねここから上しっかりと当ててくださいここ当ててからギュッと 右下に向かって右斜め下ねこれは縦ラインからの上こういうところを結構しっかりめに立ってますよねあんまりベタっと寝かさないような感じで点がストンと落ちてきてつに行くといいですねで「脳こういうところは「の」から「のー」こういう感じの流れも見えるといいです のはここからちょっと下にこう落ちてくるような感じで次はこっちですでこっちですこういろんな方向に行きますよねこういうところよく見ましょうでこうしておいてトーントーン車下から上がってこちらからストーンこの辺は 直線に近いですよねストーンと,きといてここからこういうラインですちょっと台形に見えるぐらいな下への広がりがちょっと強いなーっていうぐらいあっていいですね。なくなく濁点最後でいいですよ書きにくかったらね。変化に ギュッとしておいてこんな感じふわっトントンこちらもトントンそしてここ直線ラインでこちらはこう囲ってくるような感じですとんかこうですねこれもこう書き順がちょっと変わってますちょっと間違っちゃった今ね違う字書こうとしちゃいましたねあまり遠くに離れすぎると苦しいのでここからのこういうこちら向きになるといいですこういうところ 何と間違ったんだろう今変化2で適するの適ですねこう,こうお尻をこうギューっとしてあげるような感じからのトントンしっかりこれは12っていうのを感じてくださいここ1こっから2でこうですねこっからふわっときて少しこれも広がりがあるこっからのまたこうしといて口でトン ストンと落としておいてキュッとこんな感じです。適応またちょうどここに汚れがねすいませんね。適応できるできる弱いという字です ここはね、上がるんですよ。真ん中をこの、ここをね、広くしてあげたいので、トントン。で、こうですね。ふわっとして、ぎゅーっとして、こう、ぐわーんって感じです。こういうところの角度がね、大きいですよね。こういうところは見てくださいね。ぎゅっとして、これも下からのストーン。弱者。でした。 でした3でいきましょう13はいこんな感じですねそうこのぐらいのスピード感を持って書いてほしいぐらいですまあ私ちょっと喋りながらなのでゆっくりなところありますけどひらがなのところとかはその塊でやっぱ「でした」とかね「できる」 でなくとかねそういうところはこれで覚えていくとあのー、早くやっぱり書けるようになりますからあの縦書きねふ、あのーまあ、普段あまり縦書きはしないことが今はね多いかもしれませんがひらがなの綺麗さがとても出ますのでこういうところであのできるようになってくださいはい。では失礼します。